こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は2017年 NHK 大河ドラマ女城主直虎の第17話から第32話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。NHK 大河ドラマ女城主直虎第17話のあらすじは以下の通りです。第17話消された種ヶ島。このエピソードでは井伊直虎が新たな武器種ヶ島火縄銃の導入を検討します。家臣の中野直行が種ヶ島を直虎に見せ、その威力に直虎は驚愕します。直虎は種ヶ島の高価さに悩みますが、自ら火事の村伊平での製造を提案し試作を依頼します。一方虎松は龍潭寺で手習いを始めますが、直虎の命令で手加減なしの訓練を受けるようになり、ついに通学をやめてしまいます。直虎は虎松に悔しさを感じさせ、再び手習いに励むよう説得します。そして虎松は伊之助に五目並べで挑み、勝利の喜びを知り再び龍潭寺に通うようになります。しかし種ヶ島や試作の銃が盗まれる事件が発生し、小野田島の神正次が現れます。正次は伊之助が拾った銃弾から直虎たちが種ヶ島を手に入れていることを察知し、謀反の疑いを持ちかけます。正次は直虎に貢献を降りるよう迫りますが、直虎はどう対応するのかという緊張感あふれる展開となっています。このエピソードは直虎の決断力と戦略、そして虎松の成長と心理的変化を書いており、視聴者に多くの感情を呼び起こす内容となっています。興味深いストーリー展開で、次回のエピソードも楽しみですね。ご興味があればぜひご覧ください。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第18話のあらすじは以下の通りです。第18話、あるいは裏切りという名の鶴。このエピソードでは直虎が国を守るために井伊で鉄砲を作ることを決意しますが、正次によってその計画は妨害されます。直虎と正次は駿府へ行き、太守様の前で直接話をすることになります。一方宝玖は種ヶ島を見て何かを思いつき、銭の匂いがすると言って急いで出て行きます。駿府では受刑二の体調が危うくなっているという知らせが氏真に届きます。そこへ宝玖が現れ、お願いがありますと言って献上品を差し出します。直虎たちは駿府に到着し、宝玖と出くわします。宝玖は商いをしに来たと言い、作りかけの種ヶ島を持ち、直虎たちより一足早く太守様にお目通り願っていました。そして今川に種ヶ島の尻の部分だけができておらず、続きを駿府にて作らせていただきたいと直虎から指図を受けたとし、種ヶ島を売り渡しました。これにより謀反などというものはないと証明されます。直虎は宝玖に救われたことに感謝し、和尚もこの件がうまくいったことに安堵します。しかし直虎は自分が助けられてばかりで、井伊を守りきり虎松に渡すことができるのかと自問します。和尚は直虎の良さは諦めの悪さと型にはまらない考え方だと励ました。直虎は先人たちの考えを学び、正次の思惑も知るために書物で勉強することにします。学びを進める中で、敵を欺くにはまずは味方からという言葉を見つけ、正次の真意を知ります。直虎は正次に会い、敵も味方も欺くことで守るという手があることを話し、正次に井伊を守る策を考えるよう促します。正次は戦わぬ道を探り、周りの思惑や動きに目を配り、戦わないことが井伊が生き延びる唯一の道だと考えます。直虎は百戦百勝非前の前者へという言葉を見つけ、戦わずして敵を屈することこそ最上の勝ちという意味を理解し、その道を目指すと決意します。このエピソードは直虎と正次の関係の変化、宝玖の起点、そして直虎の内面の葛藤を書いており、視聴者に多くの感情を呼び起こす内容となっています。興味深いストーリー展開で、次回のエピソードも楽しみですね。ご興味があればぜひご覧ください。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第19話のあらすじは以下の通りです。
第19話罪と罰。このエピソードでは綿の収穫が終わった数日後、ジンベイが直虎に相談を持ちかけます。彼は綿を布に加工した方が高く売れるのではないかと提案します。直虎はこの提案を承認し、ジンベイは喜んで帰っていきます。その後、飯領内で木材の盗難事件が発生し、近藤康雄が直虎に盗っ人の引き渡しを要求します。しかし直虎は新しく飯にやってきた者たちを信頼しており、近藤と対立します。両家の者たちが山に入り、現場を確認すると飯家の領地も切り株だらけであることが判明します。賊を捕らえるための山狩りが行われ、賊の一団が現れます。直行が声を上げて追いかけ、賊の一人が吹き矢で追っ手を狙います。直行たちは木陰に潜む人影を見つけ、一斉に襲いかかります。捕らえられた賊は、以前直虎に助言を与えた若い旅の男でした。直虎はこの男に恩があると主張し、直行との間で意見が対立します。正次が駿府から戻り、討伐団の件を説明されます。正次は打ち首を命じますが、直虎は男を働かせることを提案し、正次はこれに同意します。このエピソードは直虎が井伊家のためにどのように行動するか、そして彼女の決断がどのように家臣たちに影響を与えるかを書いています。直虎のリーダーシップと彼女が直面する道徳的ジレンマがこの物語の中心になっています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第20話のあらすじは以下の通りです。第20話第3の女。このエピソードでは飯の屋に高瀬と名乗る女性が現れます。彼女は亡き飯名を親亀之助が信濃にいた際に雪という女性が産んだ娘だと主張します。しかし井伊家の者たちはそんな話を聞いたことがなく、高瀬自身も勘違いかもしれないと帰ろうとします。それでも直虎は事実であれば放っておけないと考え、高瀬にしばらく屋敷に泊まるよう提案します。松岡城に確認するための書状を送りますが、返書では雪という女性がいたこと、そして飯名親と一緒にいるところを目撃されたことは確認されますが、娘を設けたかどうかは不明です。小野正次は高瀬が武田の患者ではないかと疑い、追い返すべきだと主張します。しかし高瀬が飯名親がよく笛で吹いていた曲を口ずさむのを聞いた直虎は、彼女を井伊家の姫として受け入れることを決意します。このエピソードは直虎と信濃の絆が深まるとともに、飯の屋に新たな姫が加わることで今後の物語にどのような展開が待っているのか期待を持たせます。また武田信玄が武田慶喜を拝着し、四男の武田勝頼を跡目として織田信長の養女との婚儀をまとめるなど、戦国時代の動きも書かれています。高瀬役を演じるのは高橋ひかるさんです。NHK 大河ドラマ女城主直虎第21話のあらすじは以下の通りです。第21話主の名は。このエピソードでは種ヶ島の商売を今川氏に奪われた片久たちは、商人が治める浜名湖奥の木賀へと向かい、綿布の商いについて商人中村与太夫に話を聞きに行きます。市場で楽しんでいると直虎は子供にぶつかられ、銭入れを盗まれてしまいます。直虎は子供を追いかけますが、背後から何者かに気絶させられてしまいます。直虎は賊の頭の男とその一味に捕まり、当分おとなしくしててくれと言われます。井伊へ戻った六左衛門は急いで報告し、身代金要求の書状と直虎の銭入れが届きます。正次はひとまず払うと返事をし、受け取りに来たところを捕らえると提案します。直虎は子供を盾に地下牢から出すよう訴えますが、頭の男には通じません。そして領主なんて大泥棒じゃないかと言われます。直虎はなぜ我は泥棒なのじゃ、土地を貸しているから年貢をもらっているのだと反論しますが、頭の男は先祖に喧嘩の強いやつか調子のいいやつがいて土地を奪っただけと言い返します。賊との約束の場所に来ると眠らされた直虎がいるだけで他は誰もいません。賊の狙いは馬だったことに気づいた直行は、賊たちが馬を奪おうとしたところを矢で撃退します。
和尚から無事戻ってくると聞き安心する政治。直虎はみんなに心配されていたことを実感し、高瀬は母上と呼び手当てまでしてくれます。取られたのは銭のみということで、賊を追わないと直虎は決めます。井伊の屋敷にはたくさんの年貢が運ばれてきますが、直虎は頭の男から言われた大泥棒という言葉を思い出し離れません。法秘差から材木を商いにする、木を切り売るのですと話を持ちかけられ、直虎は頭の男に分を出し材木を切る役目を提案します。頭の男の名は龍雲丸で、こうして奇妙な縁がまた結ばれますが、すんなりことは運ばないことが示唆されます。このエピソードは直虎が賊に捕まり身代金要求に直面するという緊張感のある展開と、直虎と賊の頭の男との間の対立と理解を深める過程を書いています。また直虎が自身の立場と行動について深く考えさせられるシーンもあり、ドラマの重要な転換点となっています。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第22話のあらすじは以下の通りです。第22話虎と龍。井伊直虎は龍雲丸率いる盗賊団に材木業の手伝いを依頼します。直虎は龍雲丸たちに気を使い、差し入れなどをしながら問題が起きないよう配慮していました。しかし龍雲丸の子分たちは賭場を開いて騒動を起こします。さらに酒がなくなったと訴える村人や娘が追い回されたという訴えがあり、直虎は頭を悩ませます。直虎は龍雲丸たちに自制を求めますが、元盗賊だからといって疑われることに反発されます。中野直行は龍雲丸たちがかつて井伊の木を盗んで逃げた者たちだと気づき、直虎に抗議します。しかし直虎は屈強な家来になるかもしれないと考え、反対意見をなだめます。問題は政治で、彼は悪党は死罪にすべきと主張していました。そこで直虎は南京和尚に相談し、龍雲丸を寺の預かりにすることで政治の反対を避けます。直虎は龍雲丸たちの材木の引き縄の技術に感心し、彼らの技を盗んで自分たちで材木を切ることを提案されますが、それでは将来性がないと考えます。直虎は龍雲丸たちと一緒に食事をし、誤解を解くことを提案します。一緒に鍋を囲み、村人や元盗賊団員たちは酒を酌み交わし、わけのあいあいとした酒盛りを行い、誤解が解けます。このエピソードでは直虎が龍雲丸たちとの関係を深め、彼らを井伊家の一員として受け入れる過程が描かれています。また直虎が自身の立場と行動について再考する重要な転換点となっています。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第23話のあらすじは以下の通りです。第23話盗賊は二度仏を盗む。このエピソードでは龍雲丸柳楽優弥たちとの宴の翌朝、直虎柴咲コウのもとに政治高橋一世と近藤康陽橋本淳が訪れます。近藤の菩提寺から本尊が盗まれたと報告され、龍雲丸たちを犯人と疑う近藤は直虎に身柄を引き渡すよう要求します。直虎は直行矢本悠馬に命じ、龍雲丸たちを逃がそうと画策しますが、一方で南京小林薫はこの件について近藤と手打ちをするため、代わりの本尊を寄進しようと直虎に持ちかけます。直虎は龍雲丸たちが本尊を盗んだと疑われていることに悩みますが、南京の提案に従い和解のために近藤の菩提寺に赴きます。そこで本尊が盗まれていないことが明らかになり、近藤の嘘が露呈します。実は近藤は本尊が盗まれたと嘘をついて直虎から盗賊団を奪おうとしていましたが、それに気づいた南京が一芝居打って、あらかじめ隠された本尊を元に戻していたのです。これにより近藤は二度と盗賊について口出ししてこなくなりました。このエピソードは直虎が賊に捕まった前回のエピソードからの続きで、直虎と龍雲丸、そして井伊家と近藤家との間の複雑な関係と信頼を書いています。直虎の賢明な対応と南京の起点によって、井伊家は危機を乗り越え、さらに龍雲丸との絆を深めることに成功します。
NHK 大河ドラマ女城主直虎第24話のあらすじは以下の通りです。第24話さよならだけが人生か。このエピソードでは材木を切り出していた龍雲丸たちが家臣になる話を断り飯野屋を去ってしまいます。その後直虎は気の抜けた日々を送りますが、今川から新野家に縁談話が届きます。新野家三姉妹の三女桜を今川家の重臣伊原家へ嫁がせるという話でした。今川家は黒人領主の裏切りを防ぐため縁談を通じてつなぎ止めることを目的としていました。縁談を断る場合は特製令を出すようにとの条件がついていました。直虎は新野家に行き事情を話します。伊原家は今川家の重臣の家柄で大元節祭の成果でもありました。桜はそのような名家に嫁いでやっていけるか不安になります。そこで直虎は縁談相手がどのような人物なのか探るために南京和尚に相談します。南京和尚の計らいで伊原家の嫡男伊原助右衛門朝雅と対面した直虎。直虎が音羽だった頃の話をする伊原ですが、直虎の思惑を察した伊原は今川の結束を固めるために協力してほしいと言います。最後まで忠義を尽くすという伊原に直虎は気骨のある若者だと感じます。盾に戻った直虎は桜と会い伊原の印象を語ります。伊原家に嫁ぐことは喜べることではないかもしれないが、あの方を夫にすることは幸いなことではないかと言い桜も安心します。またこのエピソードでは直虎の乳畑が里に帰ることになります。耳も遠くなり勘違いも多くなった竹は直虎に別れを告げます。直虎は馬を買って竹の後を追い竹を引き止めようとしますが、竹は頑なに去ろうとします。最終的に直虎畑の思いを理解し馬で里まで送ります。このエピソードは直虎が井伊家のために様々な決断を下し人間関係の変化に直面する様子が書かれています。NHK 大河ドラマ女城主直虎第25話のあらすじは以下の通りです。第25話材木を抱いて飛べ。このエピソードでは井伊家が材木の商いで大きな転機を迎えます。宝球が買い手を見つけ飯野山から切り出した材木が寺の普請用に必要とされていると報告されます。直虎は家臣と子供たちに命じて全ての材木に命の焼き印を押させ飢餓の中村屋へと運ばせます。しかしそこで直虎は意外な事実を知らされます。龍雲丸が龍雲島という名で様々な仕事を請け負っており元罪人や流れ者たちをまとめているというのです。一方今川氏真は汐留を行い武田家と通じる商人の取り締まりを強化しています。その中で井伊家の材木の商い先である成川屋が三河の徳川に材木を流していることが発覚し井伊家に謀反の疑いがかけられます。今川家の重臣関口からの書状で直虎は駿府に申し開きに呼び出されることになります。直虎は成川屋へ出向き材木を買い戻すか他の材木を買い集めての焼き印を入れるという策を立てます。しかし成川屋はすでに運搬船を出しており材木は三河に流れてしまっていました。そこで宝球と六左衛門は龍雲島の根城へ急ぎ材木を取り戻すよう龍雲丸に依頼します。駿府での申し開きでは直虎は毒薬を飲んでわざと高熱を発し時間を稼ぎます。政次にことの次第を明かしもし計画が失敗したら井伊を託すと言います。3日後熱が下がり直虎は今川館に足を向け氏真に申し開きを行います。直虎は井伊と今川の間に遺恨がないとは言えないが家督を認められてからは忠義を尽くしてきたと訴えます。このエピソードは井伊家が経済的な危機に直面し直虎がその危機をどう乗り越えるかを書いています。また龍雲丸との関係や今川氏との政治的な駆け引きも重要なポイントです。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第26話のあらすじは以下の通りです。第26話誰がために城はある。このエピソードでは井伊の材木を使って今川氏が飢餓に城を建てる計画が進行していることが明らかになります。
飢餓の商人たちは城の建設に賛成するものと反対するものに分かれ、大きな騒動が起こります。龍雲丸柳楽優弥は井伊の材木を取り戻したことで直虎柴咲公の謀反の疑いが晴れますが、その材木は今川氏によって飢餓に運ばれることになります。今川氏真尾上松也は商人の自治が許されていた飢餓に城を築き、家臣の大沢元種島田久作に納めさせる計画を立てています。これに対し龍雲丸は追記反対派とともに攪乱作戦に出ます。彼らは不審用の木材に放火したり、不審現場で道具や銭を盗んだり、牛馬を落とし穴にかけたりするなどの行動に出ます。混乱を鎮めるため直虎は飢餓に乗り込み、町衆たちを集めて説得にかかります。直虎は城を築くこととの交換条件として飢餓での商いを縛らぬように大沢殿に頼む提案をします。町衆は納得しますが、龍雲丸は城があること自体が災難だと反対します。彼の両親は城を守るために討ち死にしており、龍雲丸は城が大嫌いです。しかし後に古城に城を作る案を持ち帰り、城は龍雲丸たちが築くことになります。NHK 大河ドラマ女城主直虎第27話のあらすじは以下の通りです。第27話飢餓を我が手に。このエピソードでは飢餓の町衆が井伊直虎に飢餓の城主になってほしいと要請します。彼らは今川家臣大沢元種に代わって直虎に城主を依頼するのです。大沢元種は武勇に優れた武将でしたが、商人の町としては武張った城主では商売に支障が出ると考えていました。直虎はこの提案に悩みますが、最終的には町衆の要望を受け入れることに決めます。一方で宝久は今川家目付の関口に口添えを依頼し、南蛮渡来の香水を手土産にして関口を説得します。関口はこの提案に乗り、飢餓が井伊家の預かりとなることに同意します。そして武田義信の自害により今川と武田の同盟が決裂し、今川領が武田に攻め込まれる可能性が高まります。この状況の中、宝久と大沢が氏真に飢餓の城主の剣を持ちかけると、氏真は承諾します。龍雲丸は湖の上に立つ風変わりな城を建てるアイデアを持ちかけます。彼は潮の満ち引きを利用して敵が攻めてくる際には城が守りやすい位置にあることを提案します。直虎はこのアイデアを受け入れ、飢餓には湖の上に立つ独特な城が建設されます。こうして井伊家は飢餓を手に入れ、新たなる船出の時を迎えることになります。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第28話のあらすじは以下の通りです。第28話氏の帳面。このエピソードでは井伊家が今川氏からの命により取り潰しの危機に瀕しています。直虎と政次は武田信玄と徳川家康による今川攻めが避けられない状況の中で、裏で家康と手を組むことで井伊家の復活を図ります。寿慶には心臓の病に苦しみながらも今川家のために奔走します。彼女は孫娘鈴を駿府に返すよう信玄に直訴し、氏真の妻の実家である相模の北条家に武田家との仲裁を願い出ます。これにより鈴は駿府に戻され、今川と武田の間の決着がつきます。一方飢餓では堀川城の落成を祝う宴が開かれ、直虎は瀬戸宝久に飢餓の城主を任せることを決めます。宝久は飢餓を金のナルチに変えると意気込みます。龍雲丸もこの宴に姿を見せ、町衆から歓迎されます。寿慶には帳面に何かを書きつけており、それが死の帳面であることが示唆されます。この帳面には粛清されるべき人物の名前が記されており、直虎の名前もその中にあります。氏真は井伊について筋書き通りに進めることを決めます。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第29話のあらすじは以下の通りです。第29話女たちの挽歌。このエピソードでは井伊家が今川氏からの命により取り潰しの危機に瀕している中、直虎は徳川家康に宛てた書状を決山に託します。決山からの返答はすぐには返事はできぬが、考えてみるというものでした。
この返答は直虎に希望を与えますが、その後三河からの音信は途絶え、別の知らせが駿府から届きます。大方様が亡くなったという知らせに直虎は絶句します。寿桂尼の死に直虎は経を読み、彼女の安らかな眠りを祈ります。その後、南京の知己である山伏の松下城慶が龍潭寺を訪れ、直虎に徳川家の返答を伝えます。徳川家は直虎の進言を認め、上杉と通じるための密書を送りましたが、武田からも話があり、徳川家と武田家が同時に今川領に攻め込む計画があることが明らかになります。家康の意向はどけられ、戦になることは避けられないという結論に至ります。井伊家は今川方として戦うつもりかと問われ、直虎は徳川に味方することを決意します。死のしんがりを人質にすることを提案された直虎はこれに動揺しますが、死のは自ら進んで人質となることを決意します。死のは虎松に母が嫁ぐのは井伊のためであり、井伊の味方の家となることを説明します。虎松は母が行くことに納得し、死のは徳川家に嫁ぐことになります。直虎は徳川が攻め入る際には城を明け渡し、逆らわないことを条件に出しますが、その先兵を出すことはしないと伝えます。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第30話のあらすじは以下の通りです。第30話潰されざる者。このエピソードでは井伊家が大きな危機に直面します。今川氏真は国衆を集め戦の準備を命じており、井伊家もこの命令に応じなければなりません。一方で宝久は今川家から井伊家を潰す手助けをするよう求められています。正次は今川家との間に密約があることを疑い、宝久に探りを入れます。そして徳政令が発布されると、井伊家にとっての収入が途絶え、宝久への借金が返せなくなる可能性があります。これにより井伊家が潰れる危機に瀕しているのです。今川氏真の号令のもと、駿府では国衆やその目付たちを集め、戦支度の命が飛んでいました。井伊に戻った正次はすぐに直虎と対面し、大方様に呼ばれた時のことを尋ねます。直虎は直親のことを聞かれ、今川を支えてくれと頼まれたことを話します。正次はこの呼び出しが内通の疑いがあるものを洗い出すためのものだったと聞き、自分が試されていたのではないかと疑います。宝久は井伊から材木を頼んでいないにもかかわらず、戦備えの商いのために蔵を建てることを今川家から許されたと話していました。正次は今川家が井伊を疑い潰すつもりで、それを宝久は知っているのではないかと疑問に思います。その後正次は着替え出向き、龍雲丸を呼び出し、裏切り者として敵を問い詰めます。宝久は徳政令後も自分の土地は安堵されるという書状を持っていました。徳政令で百姓の借金が帳消しになれば、直虎は土地を差し出すしかなくなり、井伊は潰れたも同じになるという筋書きが明らかになります。関口は徳政令を速やかに行うことを命じる書状を直虎に渡します。直虎は今川が井伊を潰しにかかっていることを悟ります。正次は徳政を跳ねつければ力に訴えられると警告します。直虎は徳政令の下旨を受け入れ、一旦は井伊家を取り潰させておきながら、いざ戦になった折には徳川と組む策を思いつきます。瀬戸村の陣兵衛が村人を引き連れて関口に訴えに来たことで、事態はさらに複雑になります。村人たちは徳政令を望まないと訴えますが、関口は力ずくで訴えを止めようとします。直虎はこれを止めようとしますが、正次は直虎に刀を突きつけて引き止めます。正次は直虎に信じるようにと言います。このエピソードは井伊家の存続をかけた緊迫した戦略と、個々の登場人物の忠誠と裏切りが交錯するドラマチックな展開を見せています。 NHK 大河ドラマ女城主直虎第31話のあらすじは以下の通りです。第31話虎松の首。今川氏真の命令により井伊家は取り潰しの危機に瀕しています。直虎は一旦は井伊家を取り潰させておきながら、徳川と結託して井伊家を取り戻す計画を立てます。
正次は今川の城代として城に入ることで家を守ろうとしているとみんなに伝えますが、直行は正次の真意を疑っています。一方、今川氏真は井伊家の断絶を命じ、直系の跡継ぎである虎松の命を狙います。直虎は虎松を安全な場所に送り、井伊家の再起を図ります。井伊家は今川氏真の策略により潰される方向に進んでいます。正次は宝久に問い詰め、宝久は裏切り者としての立場にありながらも井伊家に対する忠誠心を持ち続けています。瀬戸と岩井田の百姓たちは徳政令を望まず、正次は直虎の襟首をつかみ、井伊家の存続をかけた決断を迫ります。直虎は徳政令を受け入れ、井伊家は今川直轄の地となります。しかし直虎は井伊家をよみがえらせる決断をし、徳川との結託を明かし、井伊家の再興を目指します。このエピソードは井伊家の存続をかけた緊迫した戦略と個々の登場人物の忠誠と裏切りが交錯するドラマチックな展開を見せています。正次の行動や心情、そして直虎の決断が井伊家の運命を大きく左右することになります。NHK 大河ドラマ女城主直虎第32話のあらすじは以下の通りです。第32話復活の日、このエピソードでは井伊家が今川氏真の策略により潰されそうになる中、直虎は徳川家康と結託して井伊家の復活を図ります。正次は今川の命で虎松の偽首を差し出し、氏真の信頼を得ることに成功します。一方、武田信玄と徳川家康による今川攻めが避けられない状況の中、直虎と正次は裏で家康と手を組むことで井伊家の復活を図ります。井伊家は今川氏真の命令により取り潰される危機に瀕していました。直虎は井伊家を一時的に潰すことを受け入れ、その後で徳川家康と結託して井伊家を復活させる計画を立てます。正次は今川氏真の命で虎松の首を差し出すよう命じられますが、実際には暴走を患った子供の首を身代わりにしています。武田信玄と徳川家康による今川攻めが迫る中、直虎は家康への書状を龍潭寺の僧決山に託します。書状には井伊家の跡継ぎである虎松が生きていること、己と裏で通じていること、お家復興を安堵してもらいたい旨が書かれています。家康はこの書状を受け入れ、井伊家の復活を認める返事を送ります。一方、正次は井伊家の館で家臣たちに徳川の下で井伊を再興すると宣言します。小野の家臣たちは井伊と小野が裏で通じていたことを知っており、正次の行動を指示します。このエピソードは井伊家の存続をかけた緊迫した戦略と個々の登場人物の忠誠と裏切りが交錯するドラマチックな展開を見せています。正次の行動や心情、そして直虎の決断が井伊家の運命を大きく左右することになります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。